こんにちは、マスアーティストの中瀬です。今日はこれ大昔の、無印良品の通勤用のクロスバイクで、多分もう10年以上乗ってるらしいんですが、これを、新しくリニューアルしてカスタムしてほしいという依頼を受けました。結構古いですね。多分ね、10年間ね、何もメンテしないで乗ってたみたいでガタガタでね。まあ早い話、買った方が早いって言ったんだけど。無印のクロスバイクってことは当然フリーですよね。そう。これピストンにするんですか？最初はピストンがいいとは言ってたんだけど、ちょっとリアブレーキのステーがないんでね。あ、だから付けられない。多分コースターブレーキでなるべくシンプルにしたいっていうことなんで、コースターブレーキにしようかと目論んでます。これ今ホイール何サイズですか？ちょっとちっちゃく見える。そう、これ26インチ、いわゆるママチャリのサイズなんで、700cc が入るかどうかちょっとトライしてみないと何とも言えないんですが、タイヤを大きく太くしてほしい。でなおかつサドルハンドルの位置関係を逆にしてパシュート感を出してほしい。パシュート感無理でしょ。これ結構なんか面白いフレームの形ですね。そうですね。まあこれ大昔にコリマっていうところがボックスっていうカーボンバイク出していて、それと同じような形状をしてるんで、やり方次第では面白い電車になる可能性はあるんで、トライしてみたいと思います。どう、固着してそう？いや、とりあえずステムは錆びてはいるけど、外せることは外せた。あとはシートポストが取れるかどうか。うん、まあこれでもシーポスト、ステムは外れたけど、 BB が取れるかどうかが一番の問題だよな、これ。あ、外れるかもしれない。手で取れるし。あっという間にバラバラになりました。うわ、すごいパーツ点数。ピストンに比べて多分ネジは5、6倍あると思います。すごい。これ元戻せって言われたら嫌だと思います。どこも固着してなかったんだ。いや結構ね、 BB がね、こんなん初めてでね、うん、ママチャリの BB ではないんだと思うんだけど、こんな特殊工具でないと外れないから、うん、なんとか外せた。うん、で次は何するんですか？次はとりあえずヘッドオーバーホールして、で車輪を前後つけてみて、うん、まあその前にちょっと今のうちやっとかないとダメなんで、この辺まあちょっとこう綺麗にしていこうかなと思います。あ、綺麗綺麗綺麗になる。10年間の汚れを。お掃除。うん、ここのね、はい、あのひっつき具合っていうのがね、はい、これとものすごいよく合うから。ああ、それいいかも。うん、あれ、これ値段でもそんな変わらなくなってくるんですか？これもこれも。うん。うん、まあ似たようなもんだよね。ちょっとこっちの方が高い。ちょっと高い。うん、そんで何が高いって、はい、こっちはね、 BB ってこれが、はあ、これが、はい、こっちは ISO 規格って言って競輪の規格なんで、はい、これがまた高いんだわ。でこれは JIS 規格なんで、はい、あの半額ぐらいかな。へえ。これはスクエアテーパーの BB だから、あ、これは。BB ボトムブラケット、
まあ、1万円ぐらいするもんね、はい、でこっちだったら半額ぐらい5000円ぐらい。あだからその辺付随するものも含めるとこっちの方がだいぶ高い。これこっちですか？こっちの方が、うんうん、あこれはもう本当競輪用のパーツだから。無印に競輪用パーツ渋いな。これどんなスタバですか？そう、あいいじゃん。あそれそれに YouTube あ、マジですか？どうも初めまして。ミッキーさんです。でも競輪買った方がいいですよ。それもあの同じアドバイス。だいぶ攻撃的になるよね。そうですね、うん、一番上のハンドルでこれだそのこんな形でしょうか？いや、もっと極端。取っていいですか、これ、ええ、なんだこれ。狭いのは結構いいんですよね。え、あ、そんな感じしてるんですか？そう。あ、ここをつく、これ、これ、こうちゃうんですか？やばいな。もう届かへんな、もう多分届かへんわ。届かへん。これは届く気がする、ここはいけるし、うん、ここもいける気がするけど。こうちゃうんすか？違う。え、ちゃうんすか？うん。じゃあ、これもうお客さん、これ無理っつって、置いてったやつ。あ、そうですか。攻めてんな、俺。攻めてるわ。いやでも丸目さんが乗ってるチャリは ほとんどこんなんばっかりよ。こんなんでもここでしょ。ここえ普段ここもここでしょ。うん、このも持つこれ。うん、でこのハンドルはこっちがメイン。ああそうですか。うん、スピードを出すためだから。もうこんなんもう今度届きませんね、これ、うん、おおこの高さがすごい。だってなるべく高くしたい。ええよええよ。あ、ちょうどいいじゃん。ええよ、いいっすね。あ、でもここも高くなるの分かるな。なんか、これからだんだん寒くなってくるから、はい、手袋すればいいけど、はい、素手で真冬はね、結構冷たいですよ。バーテーブルで結構いろいろあって、透明なやつもあるんですよね。透明もあるんですか？うん、だから例えばここにステッカー貼って、はい、そのまま巻くと出てくるんですよね。で、いっちゃいやすいのはこれ、タイヤのチューブ。あ、これはなんか乗ってたんですか？これもできますよね。うん、一人じゃ無理だけど。ものが出来上がりましたので説明します。まずは、スレッドステムを NJS の、ニットのものに変えて、ハンドルもニットのブルホーン。NJS だらけ。うん、で、リアはまだちょっと。固定にしてないのでコースターにしたあるのでそれを利用して、はいはい、ブレーキは、ダイヤコンペのショットレバーという、1本を、両方で引けるっていうレバーにしました。引くところが左右についてるんだ。なんか初めて見ました。左でインナー引く、うん、右でアウターを引くっていうことでレバー2本でブレーキが1個という。なんかゴールドカラーがいろいろ合ってますね、今回のシルバーゴールドにして。うん、面白い。で、多分この自転車の一番目玉がクランクで、次の7号、うわ前輪が全すごいパーツつけてる。しかも無印なのに、ここに無印良品。無印良品計画。このデカールが希少で。なんか結構古い年代のやつみたいですね、うん、この無印のフレーム。多分20年近く前じゃないかな。で、勝手に好みのデカールをちょっとあちこちに貼らせてもらって。デカ充したんですね。
で、店名も。もうマスピのチャリみたいになっちゃった。できればね、シードボストもトムソンのセットバックにしたかったんですが、うん、ちょっと径が合わないので。あ、特殊な径なんだ。唯一ノーマルのシードボスト、もともとの無印のシーボス、うん、に、これはなんか、セライタリアのフライトの、去年から発売された、バイク好きにはもうたまらないこのステッチ、タックロールという名前のサドルをつけてみました。これは合皮？革？革ですね。レザーなんだ、うん、すごい。ちゃんとこう塗ってある。本当にバイクのサドルみたい、うん、フライトボニーっていうやつか、うんうん、大阪ではあんまり見ないんですけどね、東京のメッセンジャーこれ使ってる人すごく多くて。あ、そうなんだ、うん、自転車買い替えてもね、サドルだけはこれ使うっていう人が結構いて、なんか割とスポーティーなフォルムだけど座り心地がいいってことなのかな、うん、っていうか細いんでね、取りやすいっていう。へー、軽そう。まあ、これ比較的軽い。これレールが多分これチタン使ってるから軽いですね。サイドスキンも似合ってますね、うん、いやーこれ絶対無印には見えないでしょう、うん、どう考えても。まあね、こうシングルギアの面白いところでこういう風にね、いかようにでも変えられるっていうところが、うん、ピスト含めて面白いところだと思います。今回はピストじゃなくてこれコースターブレーキ、うん、だけど、まあ、ゆくゆくは多分ピストにもすることはできる、うん、できる。で、じゃあこのなんかいつもエンド幅がなんか問題になるけど、それは大丈夫だったんですか？うん、若干狭いけど、まあこれ鉄フレームなんでね、ある程度は対応できるので、うん、あ、じゃあ全然問題なくできた、うん、で、ノーマルは26インチだけど、まあいわゆるこの手のママチャリとかクロスバイクは大抵ここにフェンダー、泥除けとかつけるんで、はい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 、クリアランスがかなりあるんで、余裕。そう、700C 十分入るんで、フロントもね、700入れてもまだこれだけ余裕あるから。あ、そっかそっか、そもそも700じゃなかったんだ。そう、26インチだから、小さいんだけど。なるほど。まあまあ、太いタイヤ入りを持っても入ると思います。面白い。え、じゃあ中さんのところに無印のチャリ持ち込んだらピストンにしてもらえる？あ、まあもうこれでね、一つのパターンできたからね。できないパターンももしかしたらあるかもしれない。うん、まあ変速機ついてたらね、難しい。こうやってエンドが引けるもんだったら、うん、なんとかなるけど。じゃあ変速機がないものだったらいける可能性があるってことですね。うん、だからね、ここが何が違うかって、ドロップエンドっていうと、うん、ここが1点しかないんだけど、こうやって後ろに引けるタイプのものはピストンにすることは割と簡単にできるんで。なるほど。まあ、もし古い無印か、あのフレームがある方はよかったら中瀬さんに相談してみるのもいいかもしれませんね。80年代以前のロードなんかも割と簡単にできますからね。あ、ロードもいけちゃうんだ。そうそうそう。はい、じゃあ今回のカスタム終了で、お疲れ様でした。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。